皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。MLB、ヤンキース10、2W ソックス。日本時間15日、シカゴ、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は14日、日本時間15日、敵地で行われたホワイトソックス戦に、3番、指名打者で先発出場し、3試合ぶりの43号スリーランを放った。これでメジャー最速となる955試合目での通算300号となった。写真、結果が残せず、涙を流す大谷翔平。これまでの最速は、米野球殿堂入りを果たしており6度の救援出場。7年連続本塁打王を誇る通算369発のラルフ・カイナーの1087試合だったが、大幅に更新した。3431打数での到達も史上最速。ベーブ・ルースの3831打数を抜いた。4点リードの8回1死1、2塁でジャッジのバットが火を吹いた。カウント3対0から弾丸ライナーの左越え43号スリーラン。打球速度 110.1 マイル、約177キロ、飛距離361フィート、約110メートル。の一撃だった。メモリアル弾に敵地は騒然となった。今季43発はメジャーダントツ。ナ・リーグ1位のドジャース大谷翔平投手に6本差しをつける。シーズン換算で57発ペース。32歳の怪物はどこまで数字を伸ばしていくだろうか。どう思いますか？気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。